時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は腕時計電池交換、様々なタイプございますが、いろんなメーカー対応しておりますので、そのことちょっとご説明したいと思います。こういうタイプですね。例えばですね、この右側のこのタイプはセイコーの立ち具側。ストップウォッチとか、これアラームがついたタイプですね。あと左側がちょっと婦人用ですけど、これラド、水性の、こういうタイプ、対応しておりますので、例えばこのネジ蓋の場合ですね、こういう、これはネジだけですね。ネジってこういう、側を開け器ですね。これで回して、そういう場合、こういう固定器ないとですね、かなりこうきつい場合ありますので、閉めるときもこれでガチッと押さえて閉めますので、そういう時もですね、対応しております。それともう一つが、ちょっと対照的ですけど、これ婦人用の、これはネジがこのように、裏蓋のネジがですね、この4本ネジついてるんですね。このネジもですね、ステンレスも錆びることあります。それでですね、ネジ外して、こういうですね、シリコングリスっていうのを、これをつけてネジにですね、でまたこれを締めますので、これつけとかないと次回ネジがもう錆びついて、もう場合によってはネジの頭がこう折れることありますので、そういう対応もしておりますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。